卓球世界選手権、男子団体決勝トーナメント2回戦日本3、ゼロオーストリア、21日、韓国、釜山。パリ五輪リックをかけた決勝トーナメント2回戦が行われ、日本代表がオーストリアを3対0で破り、女子代表に続きパリ五輪リの出場権を獲得した。出場全40チーム中、上位8チーム、ベスト8入り、 が五輪切符を手にする今回の世界卓球。チーム世界ランク3位の日本は、オーストリア、同10位、との大一番に挑み、張本智和、20、篠塚弘人、20、松島菊、16、の3人でストレート勝利。見事五輪出場を決め、明日22日の準々決勝はメダル獲得をかけ王者、中国と対戦する。 1> 第1試合は世界ランク9位のエース張本、同69位のレベンコと対戦し、立ち上がりは相手の威力のある強打に苦しみ、1から6とリードを許すと、リズムをつかめず8の11で第1ゲームを落としてしまった。第2ゲームは落ち着いて11の7で奪い返し、流れを引き寄せたい長本は、第3ゲームは台上での速い攻撃でポイントを奪うなどリードする展開。 激しいラリー戦を制すると、ロングサーブを決めるなど勢いに乗り、11の7で勝利に王手。第4ゲームは強打で積極的に攻撃を仕掛け、一時4 4の同点に追いつかれるが、要所で力強いバンクハンドが決まるなど7 4で引き離す。粘る相手に回転をかけたチキータ、攻撃的なレシーブ、や強烈なフォアで攻め、ゲームカウント3 1でエースの役割を果たした。 第2試合の篠塚、世界ランク73位、は世界卓球に21度出場している45歳のガルドッシュ、同105位、と対戦。序盤から積極的な攻撃で第1ゲームを11対4で奪うと、第2ゲームは相手の多彩なサーブに苦しむなど5球とリードを許してしまう。粘って1点差に追いついたが、9の11で奪われた。第3ゲームはリズムをつかみかけた相手に、 中盤5の5からストレートへの強烈なフォアを決めるなど突き放して11の6。第4ゲームはラリーで粘る相手にエッジボールなどのアンラッキーも重なりリードを許す。だが攻撃の姿勢を緩めず、ラリーでポイントを奪うなど9、9に追いつく。ここでバックハンドの強打が決まり冷静な篠塚が吠えマッチポイント。最後は相手のボールが台を越えガッツポーズ。勝負強さを見せての快勝で、 日本の勝利に王手をかけた。パリ五輪ップまであと一勝。第3試合は16歳の松下、世界ランク33位、がハベソーンと対戦。序盤から左右に揺さぶる攻撃でリズムをつかみ、第1ゲームを11-4であっという間に奪うと、第2ゲームはテンポの速い攻撃で11-3と練習。重圧のかかる中、第3ゲームも落ち着いてプレー。 2点ビハインドの場面もあったが流れを譲らずに終盤を圧倒し、ゲームポイント3対0のストレートで日本を勝利に導いた。男子は今大会、強豪が揃ったグループリーグ5組を4位草全勝で勝ち上がり、決勝トーナメントへ。五輪代表メンバーの戸上俊介、22、がインフルエンザで急遽離脱となるなど、近地に見舞われたが、 16歳松島の活躍など層の厚さを見せ五輪切符を獲得。この日、女子日本代表も2回戦でクロアチアを3対0のストレートで下し、男女共にパリ五輪の出場権を手にした。